ぐボール、今度は見たクルーズ、岩崎の勝ちもこれで消えました。レフトへ、しかもライナー性だ、そのままどうか、入ったクルーズの勝ち越しツーランが出ました。ライナーで意気消沈のレフトスタンドへ、ツーランホームラン、つながりました。千葉ロッテ打線関東粉砕、7対5、リードを2点に、逆転にこの回成功しました。セーフライどころではなかった。いや、そのままレフトがもう諦めましたかね。そうですね、山本選手が一本も動かなかったので、ベース超えるかどうか微妙な感じだったんですが、はい、いやー、白馬もお喜び。白馬のこの守備から流れをまた作って、本当ですね、全員が仕事をしましたね。もう素晴らしいですね、チェンジアップですね。あんまり落ちきらなかったですね、はい、クルーズの第6号の勝ち越しツーランになりました。そしてバッター江村は初打席、最低限犠牲フライという感じだったと思うんですが、もう最高の結果になりましたね。